今回は私が最も好きな多摩川の堰堤でツバメを中心に飛び物を撮影してきましたので紹介します。この堰堤は素晴らしい場所なのですが、東京側なので逆光になりやすいです。野鳥撮りにはやや難しい場所でもあります。この日は使用カメラの G9 のホットシューの上にGoPro を取り付けて撮影してみました。撮影の状況が少しわかるかと思います。ただし GoPro は広角なので遠い車体はきれいに映っていません。撮影の雰囲気だけかもしれませんが、ご覧いただければと思います。またこの日はフルサイズの S5 に70-300mm F4.5-5.6 をつけてもツバメを撮影してみましたのでご覧ください。ここから喋りは入れずに文字情報でご覧ください。 GoPro での映像の後には撮影したツバメなどをスライドショーで紹介していますので最後までご覧ください。あ、そうそうそう。あ、ここは。